はい、では行きます。3、2、じゃあ先帰るね。バイバイ。あ、もう帰るか。帰るか。帰るか。どうもこんにちは、サンタビロリの山美です。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今日はですね、これ実は自撮りしてるんですけど前に、サンダの人のねライブ配信で、知名度のゆうすけさんに出演いただいた時がありまして、でその時に僕らのサンタビロリ動画部で知名度さんのミュージックビデオを撮りたいと、そういうことを話してまして、で今日ようやくその撮影日がやってまいりました。はい。で実はもういくつかシーン撮り終わりまして、で今、実はこれゆうすけさんの事務所、そうですね、事務所で、はい、事務所にお邪魔しております。こんにちは。こんにちは。なんか制服がおるとこう修学旅行もうね、楽しくやってます。めっちゃ楽しいですね。ありがとうございます。はい、さっきうちの猫がちょっとそこら辺うろうろしてて、そうですね、はい、めちゃめちゃ山さんに懐いてましたね。後でちょっと差し込みたいと思います。はい、お願いします。お願いします。ありがとうございます。辻本新太です。今回のビデオのメインの三つをやらせていただいています。はい、楽しく猫と戯れながらやっております。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。大向井彩乃と言います。はい、メインの遥か役をやらせてもらいます。はい、私もさっきちょっとだけ猫ともうちょっとでも遊びたかったなと思います。はい、よろしくお願いします。お願いしますお願いします。この二人はどういうあれだったっけ、高校の同級生で、もともと、あ、へえ、そうそう、まあ、それはリアルのお話よね。リアルの話だからそんな仲いいんや。そうそうそう。けどミュージックビデオではこう片思い。そうですね。ちょっと設定が片思いっていう。なんか中学校の時同級生で違う高校にそれぞれ行っちゃって、でここで初登場っていう。どういう流れか。喋ってたから、こっちの。コンテとか書いたり。はい、コンテとか書いて。やってます、いろいろやってくれてるのが我らがトッキーです。カメラマンやらしてもらってます。はい、次のシーンの撮影現場の三田小生高校にやってきました。会社さんの参加してくれてます。さっきはいます。あ、楽しみですね。そうですね。素晴らしい作品ができると思います。はい、ありがとうございます。皆さんよろしくお願いします。お願いします。はい、お世話になります。お願いします。お願いします。大体今こういうふうにして冬休み入ってるんで、はい、どこでもほぼほぼ条件は同じだと思います。わかりました。ありがとうございます。わー、いい感じです。深いわ。おー、きた。トラックいっぱい走ってる。ブレないようにする。なかなか一般の方は見れない景色。あやさんの一般と、ね、これはね、兄弟が同じ教室でこう机に座ることがなかったです。ないですね。見切り屋さんも、そうだね、体験です。今から体育館に移動したいと思います。普通体育館ってこう下1階って言ったらいいんですかね。あ、はい、ですけど こちらがちょっと変わってるのね。あ、上にあるなんか2階でしたっけ。あ、はは、うん、によりますけど、あ、全然大丈夫です。よく使った目は結構これ持って割となんかゆっくり動きながらずっと撮ってます。はい、ハハハハ。
さん何部ですか？バスケ部です。バスケ部、はい。なんか一言みんなでわーって言って。せーの、はい、最高。おー、ありがとうございます。ありがとうございます。 YouTube とか大丈夫ですか？あ、大丈夫です。イエーイ。はい、こちら一度も OK です。いきまーす、はい、3、2、私から取り出した。あ、でもこの辺は使わないと大丈夫。あ、そうか、こういうぐらいの、うん、文字が並んだ太箱バレる。どんな日でもメッセージ待ってます。雨の日も風の日も届けたいメッセージ預かります。真っ赤な服着て同じ場所で私から取り出した。喜怒哀楽な表情の文字が並んだ太箱バレる。どんな日でもメッセージ待ってます。雨の日も風の日も届けたいメッセージ預かります。真っ赤な服着て同じ場所で。祈るように渡す。入れて取る。あ、はい、終わりました。はい。お疲れ様でした。さあ、どんな仕上がりになるか楽しみですね。どうでしたか？いい感じでした。あの、まあ、あのぎこちなかったですね。ちょっと慣れるまで。慣れるまで。そうですね。そうですね。でも気持ちは込めました。 ありがとうございます。もう一つね、屋上での撮影シーンがあります。そうですね、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。見てこれ、すごい。テンション上がりますよね、ここ。これはいいですね。いい感じですね、今日も。気持ちいいですね。めっちゃいい感じですね。やっぱりここは最高ですね。綺麗な。あ、サンダのいい風景が広がっている。うん。パノラマを撮ろうか、オフ動画で。え、そうなん、いけんすか？無理。いや、それ。めっちゃいいですよね、旋回しております。ただいま旋回して逆回りで行っていただいております。あ、いいですね、これね。最高。高いところ大丈夫ですか？僕全然。あ、そんな全然でもないですけど、これぐらいやったら。じゃあ、この辺りですね。あ、こっちなんですね。はい。うわー、これは贅沢だ。いいですね。いいですね、いいですね。やばいですよ、これは。これは綺麗やな。気持ちいいっすね。うん。はい、OK。 はい、じゃあお願いします。いきまーす。3、2、あのこっち側にしたら受け止める。私から取り出した唯一無二の手書き文字、あなたの住む街中を揺られてゆく。どんな日でもメッセージ送ります。雨の日も風の日も、はい。
私から通り出した、唯一無二の手書き文字、あなたの住む街中を揺られてく。どんな日でもメッセージ見送ります。雨の日も風の日も届けたいメッセージ預かります。真っ赤な服着て同じ場所で。おお、すごい、かっこいいな。動いてる。おお、めっちゃいい感じですね。うまいですね。ありがとうございます。ということは、知名度さんのシーン一応終わりですね、僕らのシーンは。終わりですね。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。あとは仕上がりの、そうですね、楽しみですね、完成形が、はい、もうほんとすぐできると思います。もうコンテもできてるんで、多分年内には間違いなくできます。うわー、すげー、早っ。いけます。では、教室に戻ります。戻りますね。戻りますね。はい、はい、ございます。あの記念撮影が行われております。これもちょっとイワンシーンですね。メイキングの。こんにちは。こんにちは。メイキングビデオを今撮影しております。エキストラのあるある。あるある。あるある。橋本さん姉妹です。姉妹です。お姉ちゃんどっちでしたっけ。お姉ちゃん私です。はい。妹、はい、で、ね、はい。サノエです。サノエさん。今日はよろしくお願いします。お願いします。はい。
OK ですね。OK です。ありがとうございます。で、合わせてもらう。はい。で、結構僕はこう普通に行くんで、あの映らないようにだけ。これね。お願いします。はい、すみません。気をつけます。ウィニングラン。まだ走ってるよ。ではまあ4、3、2。はい。おい。人の表情で笑うな。もうちょっと驚き抑えた方がいいかな。3、2。いいじゃないですか。いいですね。はい。ちょっと今メイキングビデオを撮っておりまして、あ、はい、はい、メイキングで、なんでしょうか。なんでしょう。はい、はい、赤いポスト役の赤いお名前お願いします。マンキクレアです。ヤッホーです。何歳ですか。9歳です。9歳ってことは今小4なんですけど、はいはい、と2月生まれなんで、そう、ちょっと早生まれですね。個人情報でしょう。個人情報お前な、ごめん、個人情報聞いちゃった。個人情報。今そういうの危険な時代なんで。危険な時代。言いながら使うと思うけど。こちらはマンマンの満期をするで9月、はいはい、お母さんもモデルさんで親子モデルなんですよね。はい、親子でやってます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあもうあの普通に立っててもらって、うん、大丈夫です。で、向こうをあの2人を見ている感じ。うん、じゃあですね、オッケーです。はい、じゃあ行きますね。オッケーです。もう、これ友達に見せたいって言って、なんか喜んでる。あー、もうぜひぜひ見せてください。ねえ、もう、楽しみにしています。なんか、じゃあ終了でございます。終了です。もう、いいです。もういいです。なんか、もっと終了でございます。あ、もう終了。お疲れー。ありがとう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。楽しみやね。ねえ、本当ですね。楽しみですね。じゃあ、トッキー、最後に一言。アドリブに超弱いわ。いや、本当に。いや、お疲れ様です。お疲れ様でした。山さんも、キラキラキラ。ありがとう。めっちゃ優しき、お方たちに囲まれて、めっちゃ楽しかったです。順調すぎるほど順調だったよね。巻き巻きで終わって、ね、いい絵もたくさん撮れたんで、はい、ありがとうございました。皆さん本当にありがとうございました。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 ちょっと失礼して、はい、皆さんが映るかな？無理かな？はい、撮影終了しました。またあの本編はこのメイキングより先に上がってると思いますけど、あの本編見た人も見てない人もメイキング見終わったらまた本編見てください。ぜひぜひ。はい。では。バイバーイ。バイバーイ。I've lived long day. I've lived long day. I've been moving along, singing my song, running around, ain't